ユニピカチャンネルのあんちゃんです。今日は携帯ケースを自分でデコレーションしてつけたいと思います。ついでに今使ってるケースはこのなんか100均の目が笑ってる着ぐるみたちのやつを使ってます。ゲラゲラ。あとアンが好きなクラゲのシールの余り物、とこれは昨日ドミーで買ったシール。これはまたどっかの100均で買ったやつ。セリアだな。そうセリア。じゃあまずこの携帯ケースから見てみましょう。うん、色かわいいね。かわいいでしょ。あれ。開けて。じゃあまずこっちから開けていきましょう。これ開くんじゃない？ここ。ああそこね。デコレーションする。うん。おー、開いた開いた。お、うん、あ、取れた。え、かわいい。見てこれ。まず携帯に試してみて入るかどうか。はい。入らなかったら最悪ね。ね。入るか。入った？いた。かわいい。でそれでね、うん、この間ねあんちゃんの携帯スクーターで転んでね、壊れたんだよね携帯。わかりづらいと思うけどなんかここ亀裂が、うん、指入ったね。使えるならいいんだよ。あとはこのシール重ねて貼ってもスケ感を楽しめるって可愛いやつなんだよね。薄いピンク。可愛い。あとこれクラゲ。わかった。よくよ。可愛いでしょ。可愛い。キラキラ。じゃあまずどれから貼っていきましょう。何から貼っていきましょうか。はい、自分のイメージは。でも今度やる。うん。なんか。アイフォンケースを集める。これができるだけシンプルだ。でもさ、ママの携帯のさ、これ月っぽくね。ケースのさ、大きさとかあんまりない。ないよ。どこにあるのや。ちょ、クラゲを見たい。この丸いクラゲがお気に入りなんだよね。かわいい。これまずここに一体入ります。クラゲ好きなんだよね。そう、大好きクラゲだって。クラゲでこうやってキュッてやるの大好き。その食感がかわいい。カニさんもいる。カニさんいる。あとクリオネもあるじゃん。クリオネってクリオネ。これパパまだ。うん、ねえねえ、だってカニさんここに貼っといて、いるときにいるっていうか、あ、でもその時には多分ないよ。え、すごいのにタンの紹介して。消しゴム。消しゴム。レインボーじゃん。レインボー。虹って虹はレインボー。虹って書いてある。カメガム。かわいい。と、なんかここに縛ってるやつ。あげたの？ちょっと待って。1個だけ。いや、でも半分って言ったの。お前、全然半分見たんだけど。そう、半分って言う。やだ。くれるって言ったから。やだ。死ねよ。あ、これものじゃん。いいよ。じゃあ、これ返してね。やだね、いら。なあ、もう出たものだよ。あ、待って。これクラゲ貼りすぎた。やばい。そう、イメージわからんくなった。取ればいいじゃん。あ、じゃあ、待って。で、これね、汚れがつけやすいな、横、その横に。ここだけクラゲめっちゃに、やばい、クラゲが。あ、待って、クラゲ大量発生事件。これ開ける。大丈夫、かわいい。レインボー消しゴム。レインボーエレーサー。レーサーってさ、消しゴム。レインボーエレーサー。何？レインボーエレーサー。
Rainbow Eraser。 これ開けない、これアイチューみたいに開けれないやつ。これなしなしでしょ。あとはなんかね、あとは何がいいかな。これとかかな。どう？イメージない。うるさい。じゃあどっか撮る。うん、その紫のとこクラゲにしたら可愛いやん。いいな、よ、可愛いけど。ちっちゃいやつね、って言って一番上のちっちゃいやつ。あ、これです。隙間に、これ貼ったら取れないよ。取れない、取れない、紙のやつだから取れない。取れるよ。どうしよう。ここ開けて。開けれない。この消しゴムずっと見せたよ。いしょ、かわいいでしょ。見てもらう、かわいいでしょ。めっちゃ広がってる。かわいいんだよ。プーさん、プーさんじゃない。そうだな、今プーさんが怖いじゃん。プーさん、かわいいんだよ。だからここに詰め入れて。どうや、かわいいや。私、爪めっちゃ長いよ。あとは何やとか、鳥とか食べたりする。財布の中100円何個か1個も入ってません。昨日いっぱい使ったもんね。これ赤い。紙ってなんてない。紙つるってる。春の楽しいからさ、イメージなくなっちゃうもんな。ママ、これで消しゴムのカス作る。こうやってやって、で、こうやって、ペタペタペタ。もったいないわ。かわいい。なんか、すごいものになった。ピンクになっちゃった。ね、これ転んだら全部落ちる。転んだらもう全部割れる。これはまだ安全だけど、これカバーあるからさ。これないよ。滑って転んであれだよな。それは違いますね。壊れちゃいますね。無理です。シール貼ってある。無理なんです。じゃあ終わりですか？写真撮ってない。ピーピカチャンネルのあんちゃんです。今日はイオンで買った東京リベンジャーズのラバーマスコットを開けていきたいと思います。顔写さない。ムナはキャラクター知ってる？このキャラクター。何の？おう、これキャラクターの説明かな。いや、キャラクターいっぱいいる。あ、なんかスーパーレアとノーマンとレアがあるらしい。何のキャラクターですかね。東京リベンジャーズ。これどうやって開けるの？わかんない。あんたは？あ、ここか。なんだこれ、勝手な。これ開けづらいね。せーな、これはなんだ。あ、これはね、こいつは三ツ矢っていうやつです。イエーイ。あ、ちゃんちゃん、食べて。これガム食べてもいい？うん、わっわ。これちょっと貸して。これだけか。三ツ矢タンタンのおしめやこっち。はい。明るい。ちょっと待って。テープ硬すぎ。
嬉しい。バイバイ。バイバイ。これダメだ。